皆さんこんにちは。レックス専任コースの友継です。さあ、皆さん勉強順調でございましょうか。ね、勉強順調でございましょうかっていうふうに言われてですね、はい、順調ですっていうふうに言える人もまあなかなか少ないと思います。ね、皆さんやっぱりね、どっかで、ちょっとね、いや勉強遅れてるんだよなとか不安なんだよなとか、そういう思いを抱えながら、勉強しているもんです。それはもうみんなそうなので、皆さんだけではないので、合格する人もやっぱり同じように、昔こうね、この時期っていうものはなかなかね、不安と戦ってやっていたものでございますので、ね、そこは一歩一歩着実に、歩みを進めていってください。さあ、そしてですね、今回、ご紹介したいのがですね、こちらの講座となります。こちらの講座の講座説明をですね、10分ほどの短い時間ですけれども、させていただければというふうに思います。で、この宅建士デルモン攻略講座というものなんですけれども、これは何かと言いますとですね、はい、こんな方におすすめというふうに書かれております。これは何かというと、一通り学習したはずなのに正解率が伸びない方とかですね、似ている事項の整理ができなくて混乱している方とかですね、こういった方に本当におすすめの講座というふうになってまいります。でですね、大体ですね、この宅建試験の問題、宅建試験だけじゃないですけれども、試験の問題って3種類に分けられるんですね。で、どういうことかと言いますと、絶対にこれを落とせないぞっていう問題、それから合否を分ける問題、それから、これは解けなくてもいいでしょうっていう難問ですね。この3つに分けることができます。で、大体年にもよるんですけれども、絶対落とせない問題が30代前後で、それから合否を分ける問題が10問前後、それから難問、これは解けなくていいでしょうっていうのが大体10問前後っていうのが、ノーマルな形だというふうに思っておいてください。で、この宅建士デルモン攻略講座はここ合否を分ける問題に集中して、やっていこうというのがですね、この講座の趣旨というふうになっていきます。そうするとですね、この絶対落とせない問題の対策ができないのかって言いますと、一応ここら辺はですね、付録で知識確認をできるようなものをご用意いたしますので、ある程度この付録の方でですね、知識確認、絶対落とせない問題の方の、確認も取っていただきまして、で、そして講義の方でここ合否を分ける問題に集中していこうというですね、そういう趣旨になっていきます。でですね、こちら、実施日なんですけれども、通学の方はですね、8月の31日月曜日、それから9月7日月曜日、14日月曜日、21日月曜日という、4週間ですね、はい、月曜日4週間かけて、こちらの時間、19時15分から21時45分まで新宿エルタワー本校の方で、開催いたします。で、通信の方はですね、8月25日、火曜日から、ウェブ発送視聴開始ということになります。でですね、こちらなんですけれども、はい、この合否を分ける問題にやっぱり早めに、取り組んでいただきたいということで、なるべく、この日までに、ここの絶対落とせない問題をある程度固めて、で、そして次の学習へと進んでいっていただきたいかなというふうに思うわけなんです。ですので、このデルモンのですね、通学の方は8月31日、通信で、聞こうという方は8月の25日、この日までにですね、はい、この絶対落とせない問題を何としても、マスターするぞという気持ちで、学習に励んでいただければなというふうに思います。でですね、この例えばどういうところでその最後の最後力が変わってくるのかっていうお話なんです。で、その覚えた知識というものが、こう聞かれ方がちょっと違ってきた時に答えられるのかとかですね、やっぱりそういうところも重要になってきます。素直に聞いてくれればいいんですけれども、その知識を素直に聞かないというですね、そういう場合もあるんですね。例えばどういうことですかって言いますと、例えばですね、はい、ちょっと問題の例を持ってきましたけれども、はい、こちらなんですけれどもね、民法と借地借家法っていうふうにあります。で、こちらなんですけれども、
自らが所有している公土地を有効利用したい A と同土地上で事業を行いたい B との間の契約に関する次の記述のうち誤っているものはどれかっていうふうな問題です。まあもちろんちょっと選択肢の1個だけを持ってきたので、まあ、この問題が丸か×かっていうところでちょっと見ていただきたいんですけれども、さあ、こちらなんですけれども、まあしかしのちょっと後ろのところを見てください。B が居住用賃貸マンションを所有して全室を賃貸事業に供する目的で土地の賃貸借契約を締結する場合、公正証書により存続期間を15年としても更新しない特約は無効であるというふうにあります。さあ、ここのところで何を想像していただきたいのかって言いますと、これ公正証書なんですね。存続期間15年というふうにあります。さあ、考えてみてください。土地の賃貸借契約を締結するっていう風になったらば、まあ、借地借家法で基本的にはまあね、最低30年じゃないですか。ただ、そう、事業用定期借地権というのを使えば、これ、この15年というのも一見可能な感じがしますよね。はい、一見可能な感じがします。さあ、事業用定期借地権。さあ、これ覚えてますでしょうか。はい、こちらって、まず公正証書でやらなければならないという条件がありました。ということは、はい、公正証書でやろうとしている。ですので、これ事業用定期借地権いけそうだなっていうふうに思うかもしれないんですが、ちょっと待ってくださいと。はい、事業用定期借地権には一つね、大事なものがありましたよね。それは何でしたか？そうなんです。居住用では使用できないというものがありますよね。さあ、皆さん覚えてますでしょうか、ね、この事業用定期借地権というものが、はい、公正証書でやらなければならないとかですね、うん、あとは、まあ、居住用では使えないっていうのは、それはここなんです。絶対落とせないっていうこの知識になるんですね。それがダイレクトに聞かれた場合にはですね、例えば問題かなんかで事業用定期借地権は、居住用に使用することができない丸か×かっていう問題で出てきたら、それはこっちのタイプの問題になると思うんです。ただ今回の問題見てください。そう、ここの部分に事業用定期借地権というワードが全く出てこないんです。そう、事業用定期借地権というワードが全く出てこない中で事業用定期借地権の話だというふうにご自身で理解していただいて、そして、あ、確かこれって居住用はダメだったなっていうところにまで、導いていってほしいわけですよね。そう、これが合否を分ける問題の正体なんですよ。そう、つまり聞かれてる知識というものは基本知識なんです。ただそれを、そう、ダイレクトに聞いてこなかった時に対応できますかっていうところなんです。で、合格者になるっていう風になってくるならば、そこがやっぱり必要になってくるんですよね。なのでこれができていないとどうなるのかというと、これができていないと確実に一通り学習したはずなのに正解できないという風に悩んでしまうはずなんですよね。とするならば、やっぱりそういう訓練というものはしておく必要がありますよね。そういう訓練ちょっと頑張っていきましょうよっていうのがですね、まあやっぱりここの講座の一つの趣旨になっていきます。で、それだけではなくてですね、あともう一つやっぱりですね、試験会場で起こるものとするならば、度忘れとかですよね。あとは、もう本当に緊張して頭が真っ白になってしまった時にも、やっぱり答えは出さなければいけないっていった時の対策、これも取っておく必要があるわけなんです。で、これもちょっと具体例として、まあ一つ持ってきましたが、はい、建築基準法の次の記述のうち云々とあるんですけど、ちょっと申し訳ございません、これも選択肢の1個だけ持ってきたので、はい、どうでしょうかってことなんですけども、例えばこれ、大種低層住居専用地域内では小学校は建築できるが中学校は建築できない丸か×かという問題なんですけれども、まあ問題としてはですね、これも、はい、絶対落とせない問題であることは間違いないんです。ただその絶対落とせない知識問題だから、はい、知識でね、これは、はい、ここの部分見てください、はい、小中高は、一種低層は丸ですよね、はい、ということは中学校だって建築できますよね、はい、ということで、こちらの答えは×でございますっていうふうに、まあ、いけることはいけるんです。で、いけることはいけるんですけれども、じゃあ万が一この知識を持ち合わせていなかったとしたらっていうことなんですよね。そうしたら、まあ、よく言われるのが、いや考えてくださいっていうふうに言います。ただ考えてくださいっていうものには一つね、やっぱりね、ハードルがあるわけですよ。
何かどうやって考えればいいんですかって話なんです。その時に例えばポッとうろ覚えで、あれ小学校中学校建築できるっけどうだっけって忘れてしまった時にどうするのか、そうここの丸×が丸だっけ×だっけって覚えてなかったとしても、ここがポンと忘れたとしてもいけますということなんですね。どういうことですかって言いますと、そう見てください、だいたいこういうテキストって小中高でまとめて書いてありますよね。ということはここが丸だか×だかはとりあえず置いといたとしてです、ここが丸か×かはとりあえず置いといて、小学校丸で中学校×っていう状況が考えられますかって考えていくんですよね。そうそうするとそれは考えられないじゃないですか、小中高が同じところにこうね表で載ってる以上。ってことはここの丸×をど忘れしてしまったとしても、いや確か小学校中学校ここの丸×は覚えてないんだけど、でも小中高で載ってたなと。そうすると小学校と中学校で結論が変わるなんてことはなかなかないだろうな、よしじゃあこの選択肢は×でいこうっていうふうにいけることもありますよね。でそれすら忘れてしまったらば、もうね、ここの小中高が一緒だったってことも忘れてしまったらどうするのか、そう最終的には別の分野の基礎知識を使って解いていく、こういうやり方もあるんです。それは何かと言いますと、これ建築基準法の問題なんですけども、さあ都市計画法でこういうの勉強したの覚えてますか？そう都市施設のところで住居系の用途地域には必ず義務教育施設を定めるという原則、これ覚えてますか？そうするとですよ、そうするとですよ、そう住居系の用途地域ですから必ず義務教育施設を定めるという都市計画法の決まりがあるわけですよね。そうするとですよ、中学校もし建築できないとするならばこの原則はどうやって守ればいいんですかっていうことになりますよね。そうこの原則の守りようがなくなってきちゃうんですよ。ということになりますので、あじゃあ中学校建築できないってことはないな×というふうに解いていくこともできます。でこれっていうのもこの頭の働く姿も、例えば普段の勉強の中で、はいはい、あこれね小中高丸だったね、ほうほうほうっていうふうに、やっていくと、こういう力っていうもの、考える力ってトレーニングなんです。考える力ってトレーニングなので、そのトレーニングを積んでおかないとそれはやっぱりできるようになっていかない。じゃあそのトレーニングってどうやって積んでいけばいいんだろうかいうところをですね、まあ、学習するチャンスっていうのはなかなか巡り合えません。それは例えばご自身で勉強してるとその知識を丸だったか×だったかで、でもしね、その問題を間違えたとしたら、あじゃあこの知識入れとこう、じゃあ次はね間違えないように頑張ろうで次に行っちゃいますから、そうなかなかこういう問題の対処法を鍛えるチャンスっていうのがない。じゃあそういうチャンスはどうやって、ね手に入れればいいのかっていうと、やっぱりこういう講座っていうものが一番そういうチャンスは手に入れやすいというところで、そう最終的に皆さんがねここの合否を分ける問題でなるべく多く取る、それから絶対落とせない問題をね、たとえね、まあちょっとど忘れしたって言ったとしても対処できる方法があるという問題であるならば、そこはなるべく取れるようにしていきたい、失点を最小限に抑えていきたい。じゃあそのためにどういう勉強をしていけばいいのかいうところなんですね。それがすべてここ、まあ、暗記に頼らず考える力を養うというところにつながってきますということでですね、こちらの宅建士デルモン攻略講座ね、本当におすすめの講座になっておりますので、ぜひご検討のほどよろしくお願いいたします。それでは、短い時間ではございましたが、以上でですね、こちらの講座ガイダンスの方は終了させていただきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。